アメリカが凍結したレールガン開発に、日本が完成間近で、極超音速キラーとなる情報をキャッチしました。今回は、日本が完成間近の電磁砲開発を詳しく見ていきますね。ロシアの極超音速は、偽物とわかり、中国の極超音速も、怪しい性能、今こそ使うべきだよ。2023年5月上旬、ロシアからの軍事侵攻にさらされているウクライナは、西側諸国からの兵器供与で受け取った PAC-3、パトリオトミサイルシステムによって、ロシアの KH-47M にキンジャールを初迎撃したと発表した。ロシアの KH-47M にキンジャールは、航空機に搭載して運用される空中発射型の空対空弾道ミサイルであり、これまで、ロシア側は、最大飛翔速度は、マッハ10以上に達し、回避軌道も可能なため、西側の持つ防空網では、迎撃は不可能と喧伝してきた。ウクライナの首都のキーウでは、この KH-47M にキンジャールを、PAC-3、パトリオトミサイルシステムで撃墜した、視覚的な証拠も提示しており、ロシアのプロパガンダを否定できた、政治的な意義も大きいだろう。この KH-47M にキンジャールが、従来ロシアが喧伝してきたようなマッハ10を超過する速度と、迎撃を困難とする回避軌道が、実際に可能であったのかについては、疑義の声すら聞こえてはいるが、これら、極超音速兵器への対処は、世界各国で課題となっている。日本においては、こうした、極超音速兵器の迎撃を担う、兵器の一環として、2022年度の防衛予算の中から、およそ65億円の開発費用をレールガンに投じており、その実用化が、実際、問題として、図れるのか否かに、大きな注目が注がれていると言える。レールガンは、現在の防空兵器として、主力と言っても、過言ではない対空ミサイルと異なり、本体にミサイルのような推進装置を備えておらず、どちらかといえば、従来の火砲のように、砲弾を射出するだけの機構の兵器に近い。従来の火砲の場合は、砲弾を火薬の炸裂する圧力によって打ち出すものだが、レールガンは、砲弾の射出に、火薬ではなく電気、電磁力を用いる原理の兵器であり、ミサイルと比較すれば、はるかに、一発あたりの単価が、定額で済むとされる。レールガンは、砲弾を、電磁気の力、物理学の用語で言うところものローレンツ力で、推進加速を発生させて射出する仕組みで、甚だ近未来的な雰囲気をまとってはいるが、その起こりは、1800年代中盤と、かなり以前まで遡る。よって、1914年からの第一次世界大戦や、1939年からの第二次世界大戦時には、すでに、ドイツや日本といった国々で、レールガンの兵器としての開発が行われていたが、この頃の技術水準では、実用化はさとしたばなったのが、実態であった。レールガンの構造は、火砲における方針の代わりに、2本のレールを平行に設置し、その上に砲弾となる金属を置いて、レールの後端部分に電源から引いた電極を接続するのみという簡易な機構で成立させることができる。この状態で2本のレールに通電させると、砲弾は電磁力によって先端部分へと電磁力によって推進力を得る形となり、物理的には非常に平易な構造で、砲弾を射出するに足る力を発生させるものでとして注目された。こうした物理的な構造によって、レールガンは、その利点として、自ら飛翔するのに、必要な推進機関の内蔵不要であり、その分製造が安価で済むと同時に、火薬を用いた火砲の砲弾よりも、高初速で、かつ長射程を実現可能と考えられた。その反面で、レールガンの物理学的な弱点は、
砲弾を射出する際の電磁力のエネルギーロスが課題であり、かつ射出に必要とされる電源から大電流を取り出す必要があり、第二次世界大戦時には砲一門に発電所を設ける必要があるとまで見さされた。こうしたレールガンを実現するためのハードルが緩和されたには、1960年代に入ってからで、電力供給用に単極発電機が使用されたことで、現実味を帯び、1980年代に、アメリカは宇宙空間でそれを活用すべく、研究を続けた。アメリカでは、宇宙空間の軍事利用を推進すべく、SDI 計画の中で、レールガンの実用化を期としたが、19,991 年の旧ソ連崩壊に伴う、政界的な軍縮傾向の中で、下火となり、1990年代以後は、地球上での使用を前提としたものへと回帰する。アメリカ海軍では、イギリスの軍需関連企業大手の BAE システムズ社の協力を得て、2010年には、およそ 10kg 強の砲弾を打ち出すレールガンの試作に成功。2016年を目途に、水上戦闘艦に搭載する発射速度10発、分、最大射程距離およそ 160km を目指した。そして、2020年までには、その開発を終え、実際の水上戦闘艦に搭載してのみ、テストを行うことを期としていたが、この発射速度10発、分、最大射程距離およそ 160km という使用のレールガンの実用化には、少なくとも 25MW の電力を賄う必要が生じた。この当時、25MW もの電力を供給することが物理的に可能であった水上戦闘艦は、アメリカ海軍の中でも、新機軸の導入で、高コストが問題となり、わずか3隻の建造で、打ち切りの浮き目にあった、ズムウォルト級ミサイル駆逐艦しか存在していなかった。ズムウォルト級ミサイル駆逐艦は、艦艇自体の運用に必要な電力を除いても、およそ 40MW の余力があるとされていたが、アメリカ海軍の主力艦である、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、同 9MW ほどしか、それがなかった。つまり、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、試作されたレールガンを稼働させるに足る電力供給が、全く不可能であり、その実現には、新たな蓄電システムの実装が必須だったが、そもそも、レールガンの運用に必要な電子機器類の開発が容易ではなかった。そして、そうした課題に、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦とレールガンが直面している間に、実に、射程距離で、レールガンの使用をはるかにしのぐ、1000km 超級の極超音速兵器が、世界的に出現する状況が発生してしまった。前述したように、アメリカ海軍が実用化を目指していた、水上戦闘艦搭載用のレールガンの射程距離は、およそ 160km ほどしかなく、仮想敵国であるロシアや中国の対艦ミサイルの射程もはるかにこれを凌駕してきたため、その有用性は薄れていった。アメリカ海軍では、ほぼすべての水上戦闘艦に装備しているマーク 41VLS に対して、それに若干の改修を施せし、そこから運用可能な新型の迎撃用極超音速ミサイルを開発する方が、はるかに運用効率が高いと判断。事実上、レールガン開発は凍結に向かった。ただし、こうしたアメリカ海軍のレールガン開発の事実上の凍結という事態を見た中国は、技術力の向上によって、その課題を克服し、およそ 25kg 砲弾をマッハ7以上の速度で、射程距離約 250km まで高めていると、喧伝している。中国海軍では、自軍が開発を今後も推進するレールガンについて、その用途は沿岸部の防衛任務を想定している模様で、レールガンの砲弾の速度を生かした極
超音速兵器への迎撃ではなく、敵艦敵の接近拒否用に位置づけているようだ。日本における、レールガン開発は、口径 40mm の砲弾を、初速 2000km、秒以上で射出し、レール自体の耐久性は、120発以上を想定、最大で、約 200km の射程距離を実現し、ロシアや中国の極超音速兵器の迎撃用途に使用するとめされている。レールガンの砲弾は、通常の火砲と同様で、無論、誘導装置等が内蔵されたものではないため、冒頭で述べた PAC-3、パトリオットミサイルシステム等と併用して、極超音速兵器の迎撃の一環を担う、兵装としての運用が構想されているのだろう。地対空誘導弾である、PAC-3、パトリオットミサイルシステム等のミサイル一発の単価は、少なくとも億の単位であるが、レールガンは、これが同200万円ほどと考えられていることから、はるかに安価であるのは、間違いない。しかし、ロシア・ウクライナ戦争において、当時の西ドイツが、敵の戦闘ヘリを排除するために開発したゲパルト対空戦車が、対ドローン迎撃に効果を発揮していることを考慮すれば、安価な対空防御は、こうした兵器の再評価も必要かもしれない。